はい、こんにちは、ペセプテ。よろしくお願いいたします。今回の動画は最新ライデル・マルティネス選手を使ってみた。やっていきたいと思います。はい、昨日の動画で獲得することができたライデル・マルティネス選手、早速極めてきたので、まあ、この固有フォームがついたライデル・マルティネス選手、自分自身使うの初めてなので、ランク戦での使用感、さらに、まあ、勝負の称号チャレンジもしていきたいかなと思いますので、まあ、ぜひですね、まあ、ライデル・マルティネス選手持ってる方などはですね、参考にしていただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かった、お疲れ様と思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。では早速、本題の方入っていきましょう。はい、ではまず使っていく前に能力評価と称号チャレンジ、簡単にしていこうかなと思います。まず今回のライデル・マルティネス選手の能力が9位から85、81、64というところで、まあリーグ的に見るとですね、星2の針の穴を通す請求を決めることができると、9位請求84 A 道場を組むことができるというところで、まあリーグ的にはですね、まあその称号を決まれば本当に、まあ最強の選手になるかなと思ってます。で、さらにリア対的にもですね、まあ請求の値が高く、さらにツーシームスプリットを持っており、さらにタイピンチを持っているというところで、この特殊能力全発動するとですね、相手打者のミートパワー9ずつ下げることができるようになっておりますので、まあ、このライデル・マルティネス選手はですね、まあ、リーグリア対ともに最強格の中継ぎ選手になっているかなと思っております。で、続いて称号チャレンジやっていこうかなと思います。で、今回の狙いの称号はやっぱりですね、星2の針の穴を通す請求か、まあ、星3の勝利の使者でも嬉しいかなと思うんで、まあ、チャンス2回なんで1回目は極意書なしで、まあ、2回目は4枚使っていこうかなと思います。頼む、星に決まったらでかい、針穴頼む、1点狙いだからめっちゃまずいけど、いやー、さあ、ということで2回目は極意書4枚使っていこうかなと思います。まあ、勝利の使者でも現状のリーグオーダー的には全然あり、全然あり、マジでステアップでもいい、頼む、上がれ、よしでかっ。ということで今回はですね、勝利の使者ライデル使っていこうかなと思います。はい、ということで、1試合マッチングしました。お願いします。どっちだ？ということで、ライデル中継ぎなんで、1人、いや、どうしようかな。ピンチの場面で登板させようかな。まあ、ピンチの場面か、1人投げたら登板させていこうかなと思います。で、先発、自分の先発は、侍の大谷選手ですね。まあ、大谷選手どうなるんだろうね。昨日の更新で、いやー、マジか、そこ打ってくるか。いや、これライデル変えるわ。ピンチ。逆に、動画的にはいいよ。さあ、ライデル降臨。もう成績からえぐいもんね。今年の成績も48登板して防御率 0.39。もうえぐい。マジでえぐい。で、ライデルの強いところが、ツーシームスプリット持ってるのもそうなんですけど、まあさっきも言ったように、制球がめちゃくちゃいいんで、本当に狙ったところに投げてくれる。だからこのストレートとかも本当にビタビタに投げてくれるんよね。あと、ベストピッチが出しやすい。スプリットいくかな。スプリットインコース。この、落ちるか落ちひんかわからんとこ。いやー、取ってくれないの、そこ。左のね、このギリボールになるストレートが強い。このツーシームと間違えて。そう、これ。これマジで強い。ここマジでおすすめで、左に対しての、あのギリギリボールになるストレート。あそこ絶対手出してくれるような、ここ。全然飛ばんへんしね。いやー、オッケーオッケーオッケー。ちょっと入っちゃったけど。で、ちょっと縦スラとかも投げてみるか。この2とか意外にいやらしいような。意外に打ちづらいと思うんだよね。変化量。にあえて。縦スラやめた方がいいわ。縦スラあんま投げん方がいいかも。ちょっと待って、打たれすぎてんな。打たれすぎてね、俺。普通に2スプご利用した方がいいか。あ、合ってないだ。合ってないから2スプご利用すわ。やっぱ制球高い2スプのピッチャーってなかなかいないんで、2シームスプリット持ってるピッチャーってね、結構、まあ、完全球威型の選手が多くて、制球の値がほんと C とか、で B の、まあ、70とか、本当に制球低い選手多いんで、まあ、本当に配球の組み立てやすさ的に言うと、ライデルはかなり使いやすい選手かなと、個人的には思ってますね。バッティング終わってました。はい。バッティングポンコツすぎました。けど、ライデルで抑えて、なんとか裏でサヨナラしたい。いや、やっぱスプリット。あ、このスプリットがめっちゃ落ちるから、こことか意外と振るんじゃない？この低め。いいよ、ベストピッチ。いや、マジでベストピッチ出しやすいな。いやー、スタミナなくなってきたな。このギリギリ、ギリギリボールにストレート。あー、まあ、オッケーオッケー、入っちゃったけど。よし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 。ナックルカーブとかも行ってみる。これギリギリ入るかな。どう？あー、オッケーオッケーオッケー。不意のナックルカーブ強いな。これストレートやな。ストレート頼む。よし。はい、ということで疲労回復してきたので2試合目行っていこうかなと思います。あ、また高校っすね。
ます。なんで今度はしっかりライデルで抑えていきたい。ワイツさんの打率は3割ぐらいだったかな、確か。しっかり抑えていく。で、そうだ、先週のね、スピリーグ解説見に来てくださった方、ありがとうございます。また今年は、あと数回、まあ、まだ確定はしてないんですけど、あと数回、多分パリーグで解説すると思うんで、また確定したら告知するんですが、また見に来てくださると嬉しいです。いや出すか、もうライデル継ぐか、ここは。さあ頼むぞ、今度ちょっと外角も使ってみようかな。お願いします。さっきインコースばっか使いすぎてた説はあるから、ちょっと定位置にして、この外角インローのストレート、ビタスト頼む、いけ。いやーちょっとずれてる。あーでもいいね、いいね、カウント取れて、で外を見せたから、うちのボール球のスプリット見して、はいはいはい、落ちるね。でナックルカーブとかどう、ここここギリギリ入るんじゃない、頼む、いいね、ベストピッチ、いいよ。いやいいコース。で、そしたら1球ボール球見せて、1球スプリットでボール球見せて、はいはいはい、で早いテンポでアーマストいけ、頼む。いや落ちる。それ落ちるときついんよな。いやでもタイピン出た。いやこっから抑えれ、いや定位置でいいな、定位置で1球ツーシームでシンプルに入れる。あーちょっとずれた。そしたらアウトコースのスプリットいくか、頼む、引っ掛けろ、よし、ゲッツゲッツゲッツ、よし。ありがとうございました、言われた。いやー来た、全出し全出しで対ノリで引っ張り警戒にして、インコースのツーシーム頼む。いやーちょっとずれてんね、アウトコースのここのツーシームか、ここのねギリボールになるツーシーム振ってくれると熱い。いやそうそうそう、よーし。あーもうあと打つだけや。写真変更してんな、これアニバクサイゾ、うわー初対戦だ。いや強いらしいよね、このスライダーとさカットボールだっけの回転がめっちゃ似てるんでしょ。あーでパワーカーブがあると、あのねライデルのねスタミナ回復してるときは結構バッティング調子上がってきてたんで、なんとか、あーし、さすがバス。そういえば今日の朝明け方かな、山崎幸也さんの日ハム、あれは確定したのかな、僕里崎さんの動画で知ったんですけど、山崎幸也さんが日本ハムに行くことが、まあ、ほぼほぼ確定したらしいですね。まあどうなんだろうね、オリックスファンからしたらでも同じリーグだからね、まあいろいろ意見は分かれるとは思うけど、まあ、でもそういう人情トレードみたいな、人情 FA とか僕は好きですけどね。日ハムなんかそういう選手のことを考えたさ FA とか多い気がする、俺の印象的には。いや確かにめっちゃ一緒やな、カットボールとスライダーの回転、頼む、来いろ、よし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 。いやー来ましたね松井裕樹選手。まあこの松井選手も強いな、疲労してても強い。まあみんな中継ぎ5枚誰使ってます、僕はね、まあちょっとテロップで載せようと思うんですけど、まあ今のリアタイの中継ぎ抑えは、まあ基本的にこの選手たち。だからタイピンチじゃない場面にも、登板させられるピッチャーって意外とね、貴重だと思うんで、やっぱこういう松井選手とかピンチの場面だとめちゃくちゃ強いですけど、やっぱタイピンチ発動しないと、まあそれでも強いけどね。やっぱでもタイピンチ発動時と比べちゃうとね、少し見劣りする部分はあると思うんで、でもライデルは本当タイピンチでもタイピンチじゃない場面でも、まあどの場面でもどの相手にも、中継ぎで登板させられること、させることができるんで、まあそういう面でもライデルは個人的にめっちゃ強いと思います。さあ村上さん来ましたね、いやめちゃくちゃ削る、セレクションのやつか、この村上さんいつの4100のやつか、めっちゃ削るわマジで。一旦スプリット入り、いいね。いやマジでベストピッチ出しやすいわ、多分制球高いからだと思うんだけど、ベストピッチがマジで出しやすい。で外角のツーシーム、いやーいい球、古田さん、古田さんの守備範囲さすが守備適正です。いやーギータ来たね、広角アーチストが続きますね。いやーでもめっちゃ下げるのいいなマジで。いや本当にね、さっきも言ったけどタイピンチじゃない場面でも全然強いんで、いやそれがいいよなマジで。もう一球内角いくか、内角ツーシーム、いやスプリット、よし抜けスプサンタナ、オッケー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 、いやマジで刺さってるぞしっかり。外角ツーシーム、これ打てねえべや、
ウトにしています。そうですね、ナイスボー。広角は広角出てるか、ちょっと内角いくか。ビタビタストレート、頼む。いやー惜しいね。でそしたらちょっとナックルカーブギリギリに、これボールでもいいですね、ボールでもいい、どっちでもいい、取れるでしょ、取れるでしょ。よし、ライデルマジで最強です。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の動画ではですね、ライデル・マルティネス選手を使っていきました。まあ1試合目こそ打たれちゃったんですが、まあ、本当に安定して、まあ、抑えてくれるピッチャーかなと思いますので、まあ、ぜひライデル持ってる方はですね、まあ、ランク戦大会ともに使っていただければなと思います。ということで今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かったお分かりさったと思ってくれた方はですね、チャンネル登録高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。